はい、今回ってます。テープ回ってます。はい。で、ロードヒーティングのテストですけれども、鍵になるのはこの、運転中のこのつまみですね。で、これのつまみは、その、スマートフォンでコントロールする、まあ、専門用語で外部制御にあたっての、敷地っていうんですか、敷地の温度を調整するものですよと。だから今、目いっぱい右に回して手動にしてるので、運転が、スマートフォンでの操作が効きますと。今6月28日ですけども、今のような割と札幌でもあったかい時期で効いてしまったら電気代もね、どんどん、ね、間違ってつきっぱなしにするともうどんどん使ってしまうので、そうならないようにこの敷居の温度を調整するつまみがありますよと。だから例えばこれを0にしたとしますね。そうすると0度にならないとこいつは効きませんよと。だから今聞きますよ。でもこれもカチンカチン言ってるのはこのアプリコマンドフュージョンのコントローラー、こいつのリレーがカチンカチン言ってる音ですよと、うん、このアプリからこのコマンドフュージョンに対しては命令を送ることはできるけれども、コマンドフュージョンからこいつには伝わらないと、うん、だから聞かないと。このアイコンが変わるのは別にコマンドフュージョンのこのアプリのボタンを押したから変わったのではなくて、このマグネットの開閉状態を、ね、感知することでオンオフが分かると、ですね、はい、ちなみにこれ Wi-Fi はオフですね。はい、オフにしました。オフにしてもなんか起動したでしょ。外からいるのと同じ環境なので外から操作できてます。あ、カチカチっていうのはコマンドフュージョンですと、はい、で手動で、はい、オンオフできます。遠隔でも問題なくロードヒーティングをオンオフできます。はい、これ外から操作するシステムですけれども、当社の LOS というゲートウェイを使っていますので、この宅内の LAN の中にあるルーターの設定を一切変えずに遠隔で操作を可能にします。はい、遠隔ですけどもほとんどタイムラグがないのが分かると思います。以上です。